します。おーイエーイ。花火やるの久々だよね。いや私も 今シーズン初。そうあれ先いや3年ぶりくらいかも。そんなに。うん、ネバルクやった。だって手持ちで。手持ちはそうね、なかなかやる機会はないけど、お祭りの花火とか見に行ったりするじゃない。今年はなかったから寂しいなと思ってたけど、キレちゃんたちはできると思ってます。でちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、花火大会も第5期ですから ね、 ねえ、本当。それでは早速、今日はどんな花火をするか、はい、見せてください。はい。私はね、手持ち花火いっぱい。はい、おー、いいですね。手持ち花火セットですよ。何これ。こうくんはね、あの、ごっついやつ持ってる。うわ、すごい。なんか打ち上げれるようなやつもいっぱい入ってないこれ。重いでしょ。ひめちゃんはあ、こっち持ち上げ花火ある。打ち上げ花火だね、ひめちゃん。ほんとだ、お昼持ってます。すごい、豪華。パパは？パパはろうそくとライターです。いやー、レバル君、レバル君はサーバヤー。あー、自分の花火になってた。じゃあね、まず花火をする前に、ね、お水の、ね、確認をしましょう。あ、そうですね。安全第一でいきます。大豆ですね。はい、じゃあこの場で待っててよ、持ってくるからね。はい。しましたよ。ここね、この中にたっぷりのね、お水があるからね。うん、はい、これね、ほらほらほら、たくさんあるからね。本当だ。終わった花火はこの中に全部入れてください。はい、うん、これで安全だね。うん、おぉ。ちょっと粘るくんも花火だから、こんなか最後入っちゃうね。ではね、ろうそくを立てていきます。はい、立て方わかる？わかる？みんなもわかる？よし、じゃあ今から大人の力を使うからね、はい、みんな見ててよ。見てていい？え、どうやるんですか？ね、ここでね、はい、こうやってね、まずこう火をつけるんですよ。重い。重いね。じゃあ持ってきますよ。で、こっち持って火をつけて、はい、ね。あ、パパがずっとそうやって持ってる。いやいや、死んじゃう死んじゃう。そして、この銅を少し溶かして垂らします。はい、はい、お兄さんの上に。やめて。あ、消えちゃった。あ、垂れたね、垂れたね。なんか、炎が消えるとお化けが。え、なにそれ、怖いんだけど。やめて。妖精出てくるんだから。どうも。ごめん、ごめん、ごめん、頑張れ。お化けいるよ。頑張って、お化けいる。よしよしよし、そっか、お化けが消しちゃうの。やばいやばいやばい。そして、はい、これで立てます。はい、立てます。もう消えそうだけど、消えない。よし。あー、消えちゃった。消えちゃいました。立ちました。はい、OK です。ボールを溶かしてね、こんな感じでろうそくを立てます。いいですね。で、この炎を利用してね、花火をやっていきますよ。はい、じゃあまずパパがね、試しに手持ち花火やるから、ね、ポッキーを焼く。そう、ほらほら、ほらここに、こっちもつけちゃう、つけちゃう。ほら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 、こんな感じで花火リレーね、久々に見た。こんな感じでやっていくんだよ。うん、花火リレーしていかないとすぐ消えてるよ。そうだよ、もう次繋がないと。誰か、え、繋ぐって、この火を使ってどんどん繋いでいくんです。あの、まるでオリンピックの聖火リレーだと。持って持って持って。消えないうちにね、花火リレーをするんです、みんなで。よし。いや、5本行くの危ないし。1個そう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 。じゃあ奥くん、じゃあ粘るくんも、はい、はい、大丈夫。サポートできますか。終わったらね、この中に入れるんだよ。いくよ。はい、シュッと。よし。ネバル君に引き付けない。ネバル君燃えちゃう。いや、ネバル君簡単に燃えるからね。ネバル君、いくよ。パパが水かけ舞台するから大丈夫。イエーイ。ちゃんと持ってよ。イエーイ。持ってよ。イエーイ。うえ、うえ、うえ。あ、危ない危ない、奥君。振っちゃダメだよ。ね。ね、距離を取ってね。そう、距離をね。次やるよ、次やるよ。次これまず捨てるんだ。ネバル君から、ネバル君から、まず捨てるんだ。ひめちゃん右手を、はい、そうです。これね、あの、付き合いっこするときね、一緒に行くと危ないから、こうね、対面になると横向かないでね。そう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 、新しいやつも行くよ。よし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 。はい、終わったらここにポイ、はい、ポイしてください。あ、最後パパしかいない。パパに座って座って、同じ方向でこうつけるの。あー、いいね。オッケー、どう？あー、いいよ。離しちゃダメだよ。ね。熱い。熱い？ちょっとね、こう形もなってるから。じゃあちょっと横向いて。こっちも。そうそう、こうだね。そうだね。こうだね。ね。こうだね。よしよしよし。そうだ。
オープン初めてじゃない手持ち花火って。嘘、いや、人生初かもよ。どう、うん、あなた人生初ですか、手持ち花火初めてです。楽しい。でも暑い。暑くないよ。はい、終わったらあっち行ってください。はい、はい、行ってください。はい、よいしょ。あ、来た来た、奥行け、持って、それをめっちゃ光る、持っていいよ。で、こっちね、こうやって、なんかいろんな色に変わってない？ねえ、ほら、変わった。ねえ、じゃあ、きみちゃんも、ママもらおうか、同じ方向からね、パワーつけるよ。すごい。ね。はい。はい。この方向ね。オッケー。ああ、オープン終わっちゃった。じゃあ入れてください。オッケー。綺麗。そろそろ青ゾーンに来る。あ、もっと色が変わってる。でしょ。うん。もうちょっとで青いくから。うん。青？今赤だね。ピンクじゃん。ほら、青だ。青だ、青だ。白？青？わー。いい色。終わった。あー、終わった。次やる？どれがいい？選んで選んで。これうまそう。極太三原色。すごい、これ一本だけ入ってるやつじゃん。次、オークンがやるのはこの極太です。あー、すごい。めっちゃ濃いよ。ねえ、大丈夫やね。ねえ、これさ、これやるんだよ。下向けたらさ、飛んでけるやつじゃない？え、オークンがプシューこうやったら、シューって。大丈夫これ。やっちゃう？やっちゃう？下向けないでよ、下向けないでよ。ね、下向けないでよ。ね、あとこうやって。メバル君の方に向けないでよ。100%。そう、人には向けちゃダメね。焼き納豆になっちゃう？ちょっと待ってね。おお、ついたついたついた。おお、すごい。うわーすごい、うわーすごい、すごい、見えてる私の顔。花火越しの謎に、これね、3色に変わるんだって。すごい、今2色目、2色目、3色目の色を当てましょう。赤、茶色、青。終わっちゃったし、オークンが突っ込んだ。じゃあこれ消すね。よっしゃ。はい、続いては姫ちゃんの花火はこちら、10変色みたいだよ。10変色、10色、10色。色これ何、オレンジ、オレンジ。あ、1色目でしょ、オレンジ。あ、ほんとだ、紫とかいろんな色が混ざって。あー、そういうことか。白、青、白、ピンク、あ、ピンク、あ、赤かな、赤、黄色、緑、すごいね、うん、めっちゃ変わる。すごい、オレンジ、オレンジ、押してみてわかる。そっか、白、白、あー、赤、どれ、ピンク、オレンジ、緑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 、黄色、うん、あ、赤、どれ、おー、なんだこれ、黄色、黄色、めっちゃ長いこれ、ボーナスタイム、長いね、長い、めっちゃ短かった気がする。ね、すっごい長いこれ、長いね。なんだろうね、この人間って火見ちゃうよね、ずっとなんか分かる気がするね。あー、拍手、何の拍手、次のやつ、はい、じゃあ次は納豆お兄さんです。はい、ちょっと3ついっちゃいますよこれ。はい、次納豆お兄さん3連発黄金花火でございますよ。ちょっと待ってね、大人花火だよこれ、3本一気に。ちょっと待ってよ。はいはい、じゃあお願いします。はい、3連発、はい、どうぞ。以上です。ちょっと全然つかない。頑張って頑張って、ああ。
張って頑張って。綺麗だね。何にもだよ、今ロウソクみたいな。来ないってなかなかない。おお、来た来た来た。よしよし、それをくっつけて。来た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 。いいぞいいぞいいぞ。すっげえ。うわになってるよ。踊って踊って。お仕事やってみて。地味なダンス。だって振りましたら危ないじゃない。地味なダンスしかできないよ。地味な。終わっちゃった終わっちゃった。では続いてはネバール君いきます。はいでは。じゃあネバール君一本三変色どうぞ。あれだ。トイレさんどこに行った？私ここよ、はい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 、ちょっと写真撮りたくてさ、なんかお兄さんやりたるんじゃない？ほらイエーイ。もう3人はね、ほとんど煙で見えてないけどすごいネバール君が花見してるよ。終わった。じゃあね、手持ち花火をね、みんないっぱいやったことだし、あの置き花火やろうか。はい、で置いてシューってなるやつ。でちょっとね、場所を変えますよ。はい、はい、うん、置き型花火いきます。もっと中お兄さんも座ってよ。花火師よーし、おい、おー、来た来た来た、行け。なに、どうなの。今はね、1個だったんだけどね、2個いきますよ。はい、贅沢な花火です。びっくりしたんで、手持ちに切り替えます。はい、じゃあ最後に、ね、5人でこの中から好きな花火を選んでもらって、ほら、これたくさんあるの、みんな見える？こんないろんな種類の花火があるから、この中から1人1本選んで誰が一番長いかっていう勝負をします。で、僕さ、持って、あの、こう手やったらめっちゃ、ごめん、デブいから。長いとか粘るは粘るって勝ちに決まってるじゃないよ。じゃあネバル君も選んで選んで。パパ選んだ。ネバル君一番短かったら本当にこれね、顔立たないよ。大丈夫よ。もうそしたら、ネバルない君とか伸びない君っていうんで変えてもいいよ。ゾウ君これにします。もう縮むだけのキャラ使ってるよ。一回も使ったことないやつ。縮む君とか。よし、決まってる。ネバル君チーズ。どれ？チーズチーム。あ、姫ちゃん結構真剣に選んでるな。おこれ、オープン、それてか長さ測ってるんだよ。えぇ、ー、火薬の長さ測ってる。すごい、ちょっと若干長い気がする。こっちにします。パパはパパは30。そう、威力だね。威力だけ花火30になります。痛い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 。30だし。もうじゃあ、リバル君選んで待って。いい、はい、なんでもいいよ。つまり、こそこそ喋ってる。リバル君、それこれは、今こいつが言ってた、俺が一番長いです。いや、私はね、多分この系が意外と短いんだけど、実は長持ってるんだろう。そういうふうに思ってます。みんなそれぞれ違う？これ違いますよ。同じだったのに、黒系。あ、黒、姫ちゃんと奥君一緒。あ、姫ちゃんと奥君は一緒だ。さすが兄弟。じ
じゃあこれせーのでみんなでやろうか。待って待ってよ、危ないからね。みんなこう輪っかになると輪になると燃えちゃうからね。そうね、みんなね、あのカメラマンが知っててね。そうそうそう、キャンプでみんなでマシュマロ焼くときみたいね。はい、ではいきますよ。いきますよ、スタート。ちょっと、あ、パパ1番、やばいやばい、パパ1番じゃない？あ、じゃあこれもらおう。1番じゃない？ちょっとね、パパ火ついてないよ。ちょっと、うん、パパ不利じゃない？パパ不利じゃない？あ、消えた！あれだ！頑張れ。あ、できた！ほら、絶対してた。私全然持つね、これ、まだまだ。持ってます。まあ、全然いけるね。頑張れ。優勝だな。いや、なんで私の根元の方焼くことしないでよ、ちょっと。危ないよ。まだね、まだね。やばい。もうみんな終わった。まだ。ほら。まだ。いや、全然私なんかまだ。やばい。ほら。ほら。まだ。まだ死ぬ。マスオニーさんもやばいぞ。あー、マスオニーさん。あー。マスオニーさんおしまーい。あー。いいぞいいぞ、粘れ。あとは残り3人。ネバネバ TV で公開するのでみんな見てね。見てネバよ。絶対見てくれよネバね。またね。じゃあね、後片付けをね、ちゃんとやっていきます。はい、みんな、ね、終わったらこの中入れてみて。おいしいキャッチ。やばい、壊れたな。がたくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。